地域の安全を守る若い担い手を育成しようと、警視庁深川署と地元防犯団体が主催する子ども防犯大学が今日開校しました。今日の入学式には、区内に住む小学3年生から6年生の児童66人が参加しました。子ども防犯大学は10回の授業を通じて子どもたちの防犯意識を高めることが目的で、地域安全マップを開発した大学教授らが講師を務めます。悪い人はどこに隠れるのかっていうのが知っといた方がいいので、僕東高班班長なんで、安全な場所とか危険な場所を見分ける力とかを学びたいと思います。子どもたちは班ごとに分かれて地域安全マップを作り、10月の最終日に発表する予定です。こうした試みは全国で初めてで、関係者や地域住民が大きな期待を寄せています。